今から晩ご飯作ります。今秘密基地なんですけどね、別に家に帰ればいいんですけどね、まあ気分的になんかここでやりたいと思います。ビール飲みながら、今日は玉木アグリで買った豚のなんか焼きますよ。こんな感じで焼いております。いい感じやね。これしかないんだよ今日。今晩のおつまみでございます。あーうまい。ただいまですね、朝7時前でございます。今全部の窓を開けまして空気の入れ替え中でございます。そして今日ですね、キャンプ場制作作りね、トバでやってますけども、そこに行ってですね、また草刈りキャンプやりたいと思います。そして今回は、いろんな方にちょっと参加していただいて、今後の工事の段取りを具体的に進めたいと思います。なんでその朝にこんなことしてるんでしょう。私さあ出発でございます。水落ちの車が止まっているということは、もう2号はすでに出発しております。2号も本日は合流でございます。で草刈り機、これ草刈り機持ってきますね。はい、トバマリーナ着きました。第2駐車場に車を入れます。おっ、入り口がちゃんと整備されてますよ。いい感じになってますね。よいしょ。車が止まってるけど、これは駐車してるだけかな。エアコン入れました。もう快適で、火を焚いてるっていうね、お湯を沸かしております。こういうのもありますよ。だんだん揃ってまいりました。さあ草刈り準備です。手当たり次第に勝てたらいいえ。あの辺、この辺を今日キャンプ地にするんで、はい、こっちの方だけまず買ってきます。ああ、そうしよう。ここ向けで、だから、頭からこう突っ込んで。いいんじゃない？いいんじゃない？いいんじゃない？これね、ここに一回、こっちが下やから、これを伸ばしてから、それをコンクリ貼るってこと？
こいつのランタンとかぶら下げたいじゃないですか、この中に。はいはいはい。いいですね。ここら辺切れる、ここら辺切れる。はい、はい、いいですね。やっぱ、ここ見たいですね。キャンプサイトが出来上がってまいりました。スクリーン、今日夜上映会。ヨちゃん見る？まだ未発売。はあ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 。見て。これはセグハン？剣。ハンマー。そしてこれを。ペンチ、ワイヤーカッターで、ほらナイフ。おお、へえ。ハンマーついてるの珍しいですね。ね。ラジオペンチのやつは、うん、あるじゃないですか。そうなのよ。ノコギでも。ほら、これドライバーかっこいい。ドライバーが。ドライバーがね、これこう、ほら。大小一個ずつ出てるんですね。こう出てきて、でここ、これ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 。この頭が、かっこいいんだ。プラスマイナス。あとあれやろ、六角と、うん、ヘキサ。そう、おヘキサが多いのは珍しいですよね。なちょっと行ってみてくれよ。そうすごい足打ちたいね、いずれにしても。あ、意外といけるやん。あら、バカにしてごめんなさい、結構いけますね。ほんまやな。水をちょっとじゃあ次、ノコギリ行ってみようか。木切ってみようか、木。あ、これでこれでいいの、これ。どうよ。焚き火を。生木やん、これ。あ、切れた。あ、切れるな。あ、切れる、切れる。あ、意外と。これなんか、スケザーセクター作るんじゃん。あ、いけるな。いけちゃいます、いけます。いける、いける。おう、これをワイヤー代わりに行ってみた。おお、おお、使えるじゃない。なかなかええな、これ。使おう。あげやんで。人の心を読まない。うん、ここの方がいいかもよ。お前がそれ言ったらな、終わるな企画が。あ、正直な気持ちでね。俺も今から船に乗ってどっか行きたい。綺麗でしょ、すごいね、うん、こっちもこっちも、うん、じゃあゆっくり、はい、マリーナのシャワーですよ。じゃあ水のうちちょっと昼寝前提で一杯入れてくれるかな。味見に。はい。あ、新商品僕も味見してないんですよ。知らんがな。これは味見しなきゃいけないですよね。知らんがな。皆さんに提供するために。知らんがな。まだ宴会まで時間がありすぎる。2時間半は。もうすごい汗かいてるよもう。はい、もう一回シャワー行ってみます。あ、みんな乾杯、みんな飲んでるし。あ、なんなのこの人たち。じゃあ乾杯しましょう。それでは皆さん、草刈りと新たなキャンプ場に乾杯。乾杯。減ってますよ、ちょっと減ってますよ、減ってますよ。蒸発してますよ。蒸発はこの暑さで。あら、うまい、うまっ。あ、こんなことも、ね、後ろが割りやすいないか。いろいろそこに全然ある。何ですか、それ、そのアイテムは。あ、何やろこれは。実はね、これね、
ハンマーにもなります。ナイフにもなります。はいはい。めっちゃ流された。肉はこちらはですね、シマのお肉屋さんで買ってきた肉がたくさんあるので。あ、すごい。はい、たくさん焼いてください。何から？じゃーん。一番いいのから焼こうぜ。これ。はい、松坂肉お休み中。なんでそんな？なんでそんな？はい、ちょっと体のサイズに合わせるんだよ、肉。大きくなりたいから、大きくなりたいから。はいはいはい、こちらこれ、はいはい、芳醇です。はい、ちょっと汗になるかもしれないけど。1個目が伊勢門ペルエで。たぶん塩コショウだけでいけると思いますけどね。医療ではそういうの難しいんで。その分譲型キャンプ場いいね。そう、分譲型キャンプ場いいな。できますよ、そう、広さ的に。To you。 誰かな？ちいちゃん。Happy birthday to you! Yay! おめでとう、ちいちゃん。Yay! 水野ちゃん、雨降ってきたけど。来ません、来ません。ここ。もう濡れてるし。雨が当たってきました。おはよう。みんな朝から元気だね。結局昨日さ、坂陣さ、俺たちはさ、工事まだあれだよね、ベースの工事を待てということでいいんだよね、うん、ちゃんと打ち合わせできました。できてるよね、はい、できてるよね。なんかまた帰って、で、何だったんだってことじゃないよね。ただの宴会だったわけではないですね。ただ工事の着手が年内に1回目できればいいぐらい。うん、だから、うん、スケジュールをちょっとずらして、来年の3月オープンと。よう目指すと。オープン、4月か。4月オープンのプレオープン、イベントをやろうと。片付けるのは早いな、あ皆さん船見に行きますか。見に行きましょう。行きましょう。我々の船を。あれですか、あれですか、こちらの。それですか。あっちだ、あっちです。えぇ、ー、あっちです。すいません、こんな大きな船、ほんと。え、これですか、これですか、これ、これ、これです。ありがとうございます。これ、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 こっちですか。これですよ。あらあら、もう立派な。いいよ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 。やっぱりそれ気をつけてください。大勢乗ったらひっくり返ります、ね。おっしゃりました。おっしゃりました。おっしゃりました。うわあ。今怖かった。今マジで怖かった今。助けてください。ちょっと傷んできてるんですけど。ええ。これ、的山で釣りするぐらいだったら、うん、これで十分十分楽しめるんで。ただ僕、なんかこう、屋根とかがあるかと思ってた。作ってくださいこういうことやろ、うん、あ、そうそうそう、それそれ、そんな感じ、そんな感じ。片足上げてくさすが島の女やね。よくわかってるね。乗り漁かなんか行きそうじゃん、そのまま。こういう、こういうことやろ。そうそう、だからこれが水鉢のちいちゃん足元。こういうことやろ。ああ、いいね。いや、それね、間違ってるね。手が反対。これハンドルがこっち側に来てて、こういうことだ。全然当てにならない。こういう感じ。なるほど。お疲れした。キャンプ場計画のためのキャンプ終わりました。ちょっともともとの計画よりも、遅れてという感じのスタートになりそうですが、ひとまずは順調に進んでおります。1回目の工事もですね、また、参加者の方とうとう募集も
したいと、こう、なんて言葉が出た？したいと思いますので、ぜひとも、手の空いてる方、ご協力いただいている方、参加いただければと思います。船もね、我々が自由にできる船、今日お見せした通り、手に入りましたので、次回は、作ってるチームとですね、あと魚を取りに行くチーム分かれて、で夜は美味しい魚でいっぱいやりたいなというふうに思っております。というわけで本日も最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。